産カリの、この供養性カリ、供養性という性質についてなんですが、供養性の苦というのはクエン酸の苦でして、要は酸ですね、酸に溶けるという性質が、ございます。でこれが植物にとってどういいのかといいますと、根っこ、植物はですね、根っこが養分を吸うときに根酸という、根っこの酸と書いて根酸というすごい弱い酸を出すんですけども、そこに当たって初めて溶けるというのがこの供養性という性質です。ですので、厳密に言いますと表面に巻くよりもやはり根っこが生える、やっぱり土の中にピンポイントに入っている方が、効きはおそらくいいと思います。特に、水田より土の中の水分も少ないですので、効きをやっぱり高くしたい場合はやはり上から巻いても、例えば土を上からかぶせるですとか、そういった工夫をしていただく方が効果としては期待できるかなというふうに思っています。